今日はバルミューダのオーブンレンジのレビューをしていきます。皆様にバルミューダザレンジの本音のレビューをお聞かせします。購入時の動画とともに振り返っていきます。はい、始まりました。本日なんですけど、皆さん今日何やるか分かります？分かんないですよね。サムネ見てるよ、タイトル読んでるよ、バレてますよね。そうなんです、今日は僕の新しい電子レンジを紹介いたします。何を買ったかって分かりませんよね。いや、サムネ見てるよ、バレてますよね。それでは早速ご紹介いたします。ミニマリストの購入品はこちらなんです。はーい、バルミューダザレンジです。バルミューダのレンジを購入しました。僕が購入したのはバルミューダザレンジ、こちらでーす。バルミューダのオーブンレンジを購入しました。操作もすっごくシンプルでかっこいいですよね。特徴的なのは音かな。音が鳴ってるんです、こうやってエンジオ。そうなんです、じゃかじゃーん。もう普通のレンジとは全然違うおしゃれ感があるんですよね。まあ今のチュッチュッカッチュは数秒で終わりますよ。しかも終了した時なんてさ、こんな感じ。チャラダーンだって。しかもスポットライトもふわーっとついてね、ディスプレイにもエンジョイ、楽しんで。しかもこの前買ったバルミューダザポット、あちらとの相性も完璧なんですよね。両方ともかっこいい。しかもシンプルなんだけど、オーブンレンジなんで本格的なオーブン料理までできてしまうんですよね。付属の角皿を使えばパエリアとかスペアリブとかミートパイとかローストチキンだってできちゃうんです、やればね。キッチン周りは割と白が多いんだけど、やっぱ僕的には黒がかっこよかったんですよね。かっこよくないですか？ここからはなぜ僕がバルミューダザレンジを買ったかお話ししていきたいと思います。あのバルミューダのレンジは4万円以上します。高いぞ。正直なところ、僕はあのレンジを見た目がいいというポイントを一番に優先して買いました。オーブンの機能いらないだろ、そう思いますよね。だけどオーブンレンジを持っている方、オーブンそんなに使いますか？言っちゃった。オーブンレンジのオーブンの機能がついているってのは、それはもちろん素晴らしいことだと思いますけど、やっぱり家に置いておくものですから、見た目だって立派な選ぶポイントだと思うんですよね。僕はミニマリストですから、もともと部屋に物を多く置いていないので、良くも悪くも置いておくものっていうのは目立ってしまうんですよね。かっこよければよく目立つし、デザインが良くなければ悪目立ちする。少ないからこそ大事なんですよね。ほぼ毎日使うものですから、先ほどお話しした操作音なんかもね、結構重要だと思うんですよね。光の演出なんかもそうなんですけど、そういう小さなことで使うたびにテンションが上がると思うんですよね。
デザインが良ければ置いてあるだけでもテンションが上がると思うんですよね。そういう小さなことが少しずつ生活を充実させていくと思うんですよね。それにしたって高いでしょ。そう思うかもしれませんが、僕は生活において極力無駄を省いています。無駄なお金も使っていません。今までの僕の出費の多くは服を買うことだったと思うんですよね。服買いすぎ、持ちすぎだったんですけど、それも今解消されて、少なく持っている、極力買わないようにしている、他のものだって無駄なものは買わないように注意している。そうやって無駄遣いをしないことで、自分にとって価値のある欲しいものが見つかった時にお金をかけていくことができるんですよね。少ないからこそそこにかけれるんですよね。これがミニマリストドリームなんですよね。ミニドリなんですよね。ミニマリストと節約って、無駄なものを買わないっていう面では節約かもしれませんが、必要なもの、価値のあるものに対してお金を使っていくんです。節約よりもいいものを使って毎日楽しい方が、僕は絶対幸せな生活だと思うんですよね。見るたびにテンションも上がるし、これから使うたびにテンションが上がるかと思うと、もはや高かったとも思っていません。電子レンジだって長く使えるものですからね。節約しすぎることによって日々の幸せが薄れていませんか？言っちゃった。節約して多くのものを持っている人と、少なく絞って持っている僕と、使っているお金は同じですからね。とにかく日々の生活が幸せになることを優先してください。節約してお金を貯めても、死んだら自分は何も使えませんよ。家族に残してあげたい、いい人、素晴らしいぞ。はい、今日の動画が参考になったよ、共感できたよ、バルミューダのレンジかっこよかったですと少しでも思っていただけたら、グッドボタンで教えてください。いつも評価ありがとうございます。コメントも嬉しいです。今日はミニマリストドリーム、少なく持っていいものを買う、そういったところは見せれたと思いますけど、 YouTuber としては YouTube ドリームを見せれてない。 YouTuber の超厳しい現実を見せている。なのでぜひ僕に YouTube ドリームを見せてください。そのためにチャンネル登録のボタンをポチッとよろしくお願いします。僕を男にしてください。何個か前の動画でオカマなんですかって聞かれちゃった。ちょっと面白いぞ。すごいコメントだな。では本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。